切り捨てるだと。お前にとっちゃ第7班や他の。お前のこっちゃ第7班や他のいろんな思い出はどうでもいいのかよ。そうだ、今の俺にとってはそんなものに意味はない。さくらちゃんはどうなるんだ。さくらちゃんはずっとお前のことを。思い出や愛情、そんなものはただの縛りにしかならない。これでどうなるんだよ。俺にそんな甘いものは必要ない。必要ねえだと。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、サスケ。あとはお前を切れば俺の望みは叶う。何度も言ってんだろ、切らせねえって。お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない。スサノオで終わらせる。全てのケリをつける。させやしねえよ。俺とクラマでお前を止める。そんで歴史や仲間やみんなのつながりを守る。もちろん繋がりもな。つながりは切れやすいだろ。つながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番面倒くせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟だと思っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにってずっと考えちまうんだよ。お前はサスケ、お前も知ってんだろ。俺が昔里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えればお前みたいに恐ろしいことを考えたかもしれない。それに俺はいつも一人だった。けど同じような奴がいるって分かって嬉しかった。
本当はすぐに話しかけたかったけど、そんなダメだ。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺が、つながりを持てた。第7巻で任務やってよ。お前みたいになりたくて、ずっとお前を追いかけた。だから、サスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と同じで、本当によかった。ナルト、お前が今さら何を言おうと、俺は変わらない。俺はお前も、里の奴らも、一人残らず全員潰す。行き着くところお前の選択は、俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらか。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。何なんだてめえは、一体何をしてんだ。同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があの時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと昔から変わらないお前の心配度が。サスケ、俺ってばお前みたいになりたかった。お前は俺の憧れだった。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さないけど、俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでだ、なんでそこまでして俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。お前はナルト、サスケ。この野郎、この野郎、てめえ何しやがる。毎日すかしやがってムカつくんだってばよ。お前は、ああてめえこそいつもバカしやがって、目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふん、全然思わないってばよ。お前こそいつもジメジメしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああもっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だって。って何言ってんだ俺。バカバカバカ、勝手に混乱しやがって意味わかんねえやつだな。
前にしようぜ、この戦いを。you